市棚は神奈川県藤沢市北部から綾瀬市南部にかけての地名。引地川中流域及び立川下流域の相模屋台地と八津地系の地域を指す地名。現在の行政区画では藤沢市北部と綾瀬市南部にまたがる。綾瀬市部は住居表示が実施済みであるが藤沢市部は未実施である。神奈川県道十二号が地域内を横断し、 藤沢市と綾瀬市の境界にもなっている。東部を小田急江ノ島線が縦断し、下土棚の北東部には、長後駅が存在する。最南端部分の藤沢市大和土棚はほぼ、全域を、いすず自動車藤沢工場の敷地が占め、周辺とともに工業地帯となっている。なお、藤沢市、下土棚の飛び地が、綾瀬市場、土棚南5丁目内に存在する。 相模国高座郡に属し、平安時代末頃鎌倉時代は、渋谷市の支配する渋谷荘であった。後北条氏が支配する頃には、東軍土棚とされたが、すでに上土棚村と下土棚村に分かれていたようで、ある。江戸時代末期に書かれた、新編相模国風土記稿には、高座郡渋谷省城、土棚村、下土棚村として記載されている。この地には、 山岳信仰の大山アフリ神社への道である、大三道が通り、それが上下を分ける境となっていた。廃藩地県後には上土棚村は、高座郡綾瀬村に、下土棚村は、高座郡六海村にと別々の市町村に組み込まれた。1954年には上、土棚地区の代表が、藤沢市への合併を求めたが実現には至らず、現在に至るまで、 別々の行政区域に分かれたままである。複数の説がある。長後駅平成22年、国勢調査団除別人構総数及び、世帯総数協会データ、藤沢市、綾瀬市より算出 AB 間宮市新東編、新編相模国フェド機構取り跡開校舎、第3週、大隅、愛好、講座群、1888年、NDLJP、 763969480藤沢市編纂綾瀬市ホームページ連密寺内人彫刻綾瀬市ホームページ上土田の南遺跡出土の土偶搭載し、装飾管理遺物綾瀬市ホームページ熊野社山 A B ビ藤沢市指定文化財一覧ありがとうございます